さて、改めまして皆さんこんにちは、群馬県は榛名山のふもと、新東村というところからやってまいりました陸上自衛隊第12本部隊です、新東村、村とは言ってもですね、実際には、ここほどじゃないですけど、ほとんどこれに準じた高層ビルが結構たくさんあってですね、とても素敵な都会的な村ですので、ぜひ皆さん一度、いらしてみてください。とても素敵な場所です。私本日の指揮を務めさせていただきます隊長の渡辺と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは2曲目ですけれども、次はですね、女城主直虎のメインテーマ、演奏いたしますけれども、この曲はですね、もともとはバイオリンの入ったオーケストラのために作られた曲で、裏の方でピアノも結構大きく入っていてですね、この曲を吹奏楽っていうのは弦楽器もなければピアノも基本的にはありませんので、この曲を吹奏楽で演奏するっていうのはかなり厳しいものがあるんですけれども、本日はですね、ピアノ、本物じゃなくて電子ピアノになりますけれども、電子ピアノを入れて、あと、管楽器もできるだけ弦楽器に近いニュアンスを出せるようにいろいろ工夫してみました。それとあと吹奏楽、弦入ってませんけれども、弦の入ったオーケストラより迫力だけは何倍もありますので、その迫力も加味した、直虎をお届けしてまいりたいと思います。それでは聴いてください。 NHK 大河ドラマ、女城主直虎よりそのメインテーマです。